はい、こんにちは。今日はですね、おすすめのアプリを紹介していきます。ドキュメントっていうアプリを紹介します。で、これは何かっていうと、ファイル管理のアプリになります。で、このアプリ無料なので、ぜひ皆さんね、ダウンロードしてみてください。で、このアプリ持ってると、ファイルの整理だったりとか、あとファイルの行き来、他のアプリを介して、ファイルを行き来するっていうのがすごくやりやすくなります。もうめっちゃ便利なので、ぜひダウンロードしてみてください。で、iPad ってこのデスクトップっていう概念がないじゃないですか。なので、どうしてもね、このファイルがバラバラになったりとか、このやり取りがこうめんどくさかったりするっていうことがあるんですけど、まあ、このアプリを使ってたら結構それがスムーズにできるので、すごいおすすめです。で、こういうね、クラウドとの連結もすごく強いので、そのやり方とかもね、今日は紹介していきます。で、今日メインに紹介するのは、このドキュメントっていうアプリを使って、ZIP ファイルを管理するやり方です。ZIP ファイルを、回答したりとか、作ったりする方法をね、紹介していきたいと思います。で、いつものデザインチュートリアルとはちょっと違うんですけど、こういった実務的な iPad の使い方みたいなのも本当に大事なので、ぜひ今日はですね、覚えていってください。はい、じゃあまずですね、 ZIP ファイルを回答するところから始めていきます。例えばですね、こういうウェブサイト上で何かの ZIP ファイルをダウンロードしたりとか、あとはメールとかにもね、ZIP ファイルが添付されてて、それを開きたい時っていうのがあると思うんですけど、そのやり方です。で、今回はですね、この私の EC サイトでちょっとデモをしていきたいんですけど、ちなみにこのブラシセットですね、プロクリエイトのブラシセットがめっちゃ売れてます。ありがとうございます。まあ、500円なんでね、安いんですけど、これも ZIP ファイルでダウンロードできるので、ぜひよかったらダウンロードしてみてください。で、例えばこのロブスターの絵だったら、このロブスターの ZIP ファイルの中に、JPEG とプロクリエイトと、プロクリエイトのブラシファイルが3点セットで ZIP ファイルに入ってるんですね。で、これを、1回ダウンロードしてみます。で、ダウンロードしたらですね、こんな風なポップアップが出てくるんですね。で、これはどのアプリでさっきの ZIP ファイルを開きますかっていう選択項目なので、ここで一番上、ドキュメントって書いてあるんですけど、これを選びます。で、そしたらドキュメントのアプリが勝手に立ち上がります。で、そしたらさっきダウンロードした、ロブスターアミティの ZIP ファイルが入ってます。で、 ZIP ファイルはこんな黄色のアイコンですね。これが ZIP ファイルの印です。で、回答するときは本当にもう簡単で、これをタッチするだけです。で、タッチしたら、この左側にボックス出てきて、ZIP ファイルは残ったまま、データボックスが出てきます。で、この中にはさっき言った JPEG ファイルと Procreate ファイルと、ブラシのファイルの3つが入ってるっていう感じになります。で、このドキュメントっていうアプリですね、ファイルの行き来、このアプリを介して、ファイルをやり取りするっていうのがすごく強くて、それをちょっと紹介したいんですけど、例えば左側に今プロクリエイトを開いていて、この中にさっき読み込んだブラシっていうのをこうやって入れ込んだりすることができます。で、プロクリエイト見ると、ここの中にロブスターのブラシセットが入ってるっていう感じです。で、こういう感じでこの他のアプリとファイルとファイルをやり取りしていきます。で、このロブスターのプロクリエイトのデータなんですけど、これはですね、さっきみたいにスプリットビューで開いてもいいんですけど、ここに共有ボタンっていうのがあるので、ここの共有を押して、プロクリエイトのアイコン、プロクリエイトで開くっていうのがあるので、ここを押すとプロクリエイトで開きます。こんな感じですね。なので、スプリットビューで開くか、共有ボタンを押して開くかっていうのはどっちでも大丈夫です。お好きな方でやっていただければと思います。はい、じゃあ次なんですけど、ZIP ファイルを圧縮する方法ですね。ZIP ファイルを作る方法を紹介していきます。で、例えばなんですけど、この写真データの中のいくつかの写真を、ファイルで圧縮して、で、それをメールで送りたい、 ZIP ファイルをメールで送りたいっていう時とかですね、に使えます。で、まずですね、初めにやってほしいことは、この右下の、プラスボタン、ここを押して、新規フォルダを作ります。新規フォルダを作ってください。
で、名前なんでもいいのでつけます。で、フォルダができたら、この中にさっきの写真ですね、入れたい写真を選んでいくんですけど、その時はスプリットビューでまず写真のアプリを左側に開きます。で、iPad で複数選択する時のコツなんですけど、まずこうやって Apple Pencil で1個取って、もう1個の手で他の写真をセレクトしてあげると、こうやって溜まっていくんですよ。右のとこに見えてるかな？こんな感じで複数選択。そしたら今何枚選択してるかっていうのがここのブルーのところに出てきますね。で、この状態で右側のドキュメントのところに入れ込んであげる。で、そしたらもうすぐにこんな感じで入っていきます。はい、この iPad のね、複数選択のやり方なんですけど、なかなか知らない人いると思うんで、ぜひこの機会に覚えてみてください。で、写真入れ込んだら、ちょっとね、テキストファイルっていうのも入れておきたいと思います。この写真の、メモ書きみたいな感じ、送った人に読んどいてほしい、文章みたいなのをテキストファイルとして、入れ込むこともできます。で、この右上のタブに、フォントの大きさだったりとか、フォントの種類、すごく限られてますけど、フォントの種類と、サイズとかを変更することもできます。で、ここでさっくりメモ書きを残してあげて、で、この写真データとテキストデータっていうのをまとめて ZIP ファイルにします。で、ZIP ファイルにするときは、この一覧のページに戻って、ファイル、これですね。で、これの、設定項目、ここの右下の点々点のところを押して、この中に ZIP 圧縮っていう、ボタンがあります。これを押してください。そしたらね、もう簡単に ZIP が作られます。こんな感じですね。で、もうこれだけで完了です。すごい簡単ですよね。で、応用編でいくと、例えばここのさっきの、設定項目開けると、メールっていうボタンがあったりするので、ここでメールを押すと、この ZIP ファイルが添付されて、メールのアプリが開いて、この状態でメールを送ることもできます。で、このやり方でもいいんですけど、私がよくやってるのは、メールのアプリケーションをこうやってスプリットビューで開いて、この状態で ZIP ファイルっていうのをこうドラッグ&ドロップしてあげる方が、実用的かなと思います。で、この左に開いてるアプリケーションっていうのは、別にメールのアプリケーションじゃなくてもよくって、例えば Facebook のメッセージのアプリケーションとか、あとはそうですね、チャットをやってる人だったら Slack のアプリケーションを左に開いて、で、この中にドラッグ&ドロップするっていうやり方でも全然大丈夫です。はい。で、最後にですね、ちょっと外部アプリとの連結についても話しておきます。左側のタブのところに、ここ、外部アプリ、例えば、Google ドライブとか、Dropbox とかっていうのを追加することができるんですね。で、こんな感じでいっぱいありますね。他のアプリ、他のクラウドサービスみたいなのがいっぱいあるんですけど、ここに登録しておくと、このドキュメントっていうアプリを介して、他の、アプリにアクセスできるっていう感じです。要は、このドロップボックスを開かなくても、ドロップボックスの中のファイルが見れるよっていう感じです。で、例えば、じゃあこれを使ってどういうことができるかっていうと、このさっき作った ZIP ファイルっていうのを、このドキュメントを介して、このタブからドロップボックスに移動することができるんですよ。で、これ正確に言うと、移動じゃなくてコピーですね。複製されたものがドロップボックスの中に入ってきてるんですけど、こんな感じで本当に、ドキュメントのアプリの中だけでいろいろ完結することができます。で、今ですね、このドロップボックスの私のフォルダが全部見えてる状態なんですけど、この中でまたさっきみたいに ZIP ファイルの回答だったりとか、ZIP の作成っていうのも作ることができます。で、この一番左上ですね、今書類っていうところを押したんですけど、ここがこの iPad 内の、データ一覧のページになります。なので戻りたいときはこの一番上、左の一番上を押してください。はい、ということでですね、今日は以上にしたいと思います。役に立ったでしょうかね。もしね、役に立ったらぜひいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。
で、またですね、こんな iPad の、実用的な使い方みたいなのも紹介できたらと思ってるので、ぜひまた明日のね、チュートリアルも楽しみにしておいてください。はい、ということでご清聴どうもありがとうございました。バイバーイ。